はい、今回のサラリーマン YouTuber なんですけども、今回ですね、いつもやり取りしている J さん等ではなくて、前回に引き続いてサラリーマンをしながらこんなビジネスの成功例があるよってことをね、また連絡してくださった方がいます。この方も半年ほど前に速稼塾の方にね参加していただいて、そしてですね、私とやり取りする中で自分なりのビジネスを社内で作り出したという方ですね。会社員の方っていうのはこういうのができるから本当にいいですよね。社内にマーケティングをかけることができるんですよ。要するに会社の中に所属してるともうね、集客が完了した状態なんですよ。これが多くの方が気づかない会社員のメリットなんですよね。だって毎日集団のいるところに出社して、そこには一定の信頼関係があるわけですよね。だから集客しなくてももうね、同僚とか上司とか部下っていう顧客がいる状態なんですよ。特に上司の人には物がすごく売りやすいっていうのが私の共通のね概念ですよね。いろんな職場の方を見てきたりとか、自分でも実際に会社に入ったりとかして、上司っていうのはね、本当に部下のものをよく買ってくれます。要するにおごる感覚なんですよね。応援してくれるんですよね。もちろん、自分のそれまでの立ち振る舞いが信頼に値しないものだったら、もうそんなことやるよりかお前自分の仕事やれやみたいな怒られちゃいますけどね、で今回はどんなビジネスを成立させたかというと、これがねなかなか面白くって、そのガジェットって言ってですね、あのデジタル機器があるじゃないですか。あれの選別の方法を、自分なりにインターネットで検索したりとかしたりするのが好きだったみたいで、どんどん会社の方に提案していったんですよね。まずはですね、例えばこのキーボードがあるじゃないですか。これキーボードね、1000円以下で買えるキーボードを探すのがすごく上手なんですよ。でそのキーボード Mac とかね Windows とかありますけども、新品で1000円以下のキーボードがこんなんがありますよ、あんなんがありますよっていうふうに提案したりとか、何々さんにはこれで、いいと思いますよとか言ってね。でキーボードもマウスもワイヤレスばっかりじゃなくて USB でつなぐタイプのがあるんですけども、大体ほとんどの方はねワイヤレスを望むんですけども、でも実はですね USB タイプの方がやっぱ未だにすごくいいわけなんですよ。だからそういったこともきちんと説明しながら、多くの方がね、あの何ですか、こう光でワイヤレスのがあるじゃないですか。ワイヤレスの本当困った点っていうのを本当によく捉えてるんですよ。例えば電池が切れてワイヤレス電池がないとかね、で意味不明に壊れてしまって原因が分かんないと。でも有線で USB でつないでるものっていうのはほぼですね、そういう動作不良がないわけなんですよ。やっぱり今の時代でもですね、みんなでね、ワイヤレスマウスとかワイヤレスキーボードを使うんではなくて、やっぱりワイヤードの USB でダイレクト接続の方がいいよってことをね、よくよく認識しますね。私もね、相変わらず有線なんですよ。これエイリアンなんだけども、すごい高いパソコンなんですけどね、でもね、ワイヤレスが絶対の安定と、それからレスポンスですよね。あのワイヤレスってやっぱね、レスポンス悪いんですよね。あまり変わんないですけども、変わんないといえば、ただ電池の心配しなくても良くなりましたね。電池を変えるっていうので1コース確実にかかるわけですよ、数ヶ月に1回。その時間すらもう私は無駄にしたくないなと思いまして、あのワイヤーの全然キーボードとかマウスでも何の支障もないですよ。ただかっこいいか悪いかだけなんですよ。で会社でやってるとワイヤレスがやっぱ人気になるのは周りの人意識するんですよね。私は一人っきりなんで自分が使い切れれば全然いいんですよね。だからワイヤードを選べるわけなんですけども、職場の方もみんなでワイヤードを選べばもうね、かっこいい悪いとかなくなってくるんで、そういうふうな進め方でワイヤードの1000円以下のそういうふうなね、キーボードとかマウスを選んでくるのが彼はすごく上手だったですね。あとはリモートが始まってマイクとかカメラってものもやっぱり後付けで選ぶことがあるんですよね。その時に1000円以下のやつでものすごくね、音声とか解像度のいいのを探すのが上手なんですよ。それはパソコンとの組み合わせでできるそうなんですけども、彼も最初は、半年前はそんなこと考えてなかったらしいんですよ。ただ半年前にどんどんね、リモートの仕組みとかを会社で取り入れるようになった時にものすごく高いって言ってました。カメラにしてもマイクにしてもなんかね、2万円から10万円の間で選んでたらしいんですよ。でそんなに高いのしかないのかなと思って、彼は少ないお小遣いの中から自分でもね、私のリモートのために選んだり買ったりしたものがあったんで、その中で買ったけど使わなかったものを会社に勧めてみたら、ものすごくこれでいいよと。でこれはいくらって聞いたらやっぱり1000円以下だったりするんですよね。だからそういうふうな1000円以下のガジェットで会社の経費ってものを実はね、抑えながら貢献するみたいなことが社内に対してできたことらしいんですよ。そしてね、それからというもの、彼は同僚とか部下や上司の方にね、いろいろとこうなんかどんなのがいいかってことをね、聞かれるらしいんですよ。そのアドバイスをもとに、
なんでそんなに詳しいんだってことになって、いや自分はネットビジネスの先生がいてねって形で私のことを紹介してくださって、そして、まあ、そこからねキャッシュにつなぐっていうことも今ねできつつあるんですよね。もう自分の会社の人からなんですかビジネスをそのお金をもらうみたいな、そんな形になってますよね。いやこれもなかなかいい形ですよね。昔ね木村家の人々っていうねそんな映画があったんですよ。加賀健さんが主人公で、この主人公の加賀健さんも会社にいながらお昼になったらお弁当をみんなにね売るみたいな内職をするんですけども、これが受けてるわけなんですよね。もう24時間金のために働いてるみたいな感じだったんですけども、とってもコミカルで面白いドラマだったんで私好きだったんですけどね。今 DVD あるのかな、木村家の人々っていうねやつなんですけども、40年ぐらい前の映画ですよね。まあいろいろと今日も話しましたけども、サラリーマンでいるっていうのはすごく得だなと私思います。本当にねマーケティングとは信頼関係を新たに作る必要がないんですよ。もう本当に上司や部下とかね、あちなみに今私がお話した人のオフィスワークじゃなくて工場勤務の人ですですんで普段はパソコンほとんど使わずに突っ立ってこうやって作業してるらしいですよでそこの取りまとめの管理の人がパソコン使ってていろいろと相談してくださったみたいです。昼飯の時に一緒でね、でご飯食べながら話すことがあるらしいんですよ。でその中で、まあ、田舎勤務なんですけどね、リモートの仕組み取り入れようと思うんだけどカメラって高いよねみたいなところになって、いや僕が使ってるやつこうですよとか言ってね、え何家帰ってパソコンやんのとか言って、いやむちゃくちゃねパソコン好きでやってるんですよって、どんなことやるんですかって上司の方にその方に聞かれたらね、速稼塾っていう動画を見てますとか、同じような動画を作るためにいろいろ見て研究してるんですとか、自己アフィリエイトとかやってるんですよとか言ったら、何自己アフィリエイトみたいな感じで、ね、で自己アフィリエイト教えてあげて、はあすごいねって、うん、でリフォームのセルフバッグってあるんですよね。そのリフォームのセルフバックで、そこの工場のメンテナンスの取引先が決まったりとかして、この半年でもね、もうだいぶ激変したらしいですね、その会社の環境っていうのも。だからいいですよね。その、多分 IT 系に勤めている方でなければね、その会社っていうのは IT を導入する余地っていうのはむちゃくちゃあるんで、この私の動画を見てる時に見ている方っていうのは、そういったものをね、もう私が発信しているものをそのまま今いる会社に当てはめれば、その会社っていうのはその IT 化がどんどん進みますしね、今 IT 化における補助金っていうのもどんどん出てるんで、会社の費用負担ほとんどなしでものすごく大きな利益を上げることができるのと、経費の削減を大きくできるんで、ね、両面からね業績回復すると思います。そして今回の動画の最後なんですけども、今ね就職がないって言われてますよね、うん、確かに就職がないですけども、私から見るとその馬の世話をする人とかね、馬車のこうなんか運転手をする方、こういう仕事はないと思います。なのに仕事がないって言ってるように見えちゃうんですよ、うん、でもプログラマーとか全然足りないですし、こういうふうな情報発信者ね、 YouTuber も足りないですし、会社の広報をするための、方も足りないですしね。で今お話したみたいにパソコンの周辺機器を選べる人も少ないんですよ。だからそういうふうな仕事を自分で立ち上げて、ね、やっていけば全然そのお金に困ることはないと私は思いますけどね。まあだからサラリーマン発想をしているとこれが思いつかないんですよ。サラリーマン発想をしていると上司が決めるだろう、会社が決めるだろうになっちゃうんですよ。違うんですよ。自分からこうしたらいいですよ、ああしたらいいですよっていうふうにコンサルティングを自分の会社の上司とか経営陣とか人事に持ちかけていくぐらいのね企画力がないと、結局フリーランスになっても会社に他人の会社に対してそれをやるというわけですからね。だからこの辺から始めていったらどうかなと思います。会社員はむちゃくちゃ有利ですからね。はっきり言って会社に勤めてない人がフリーランスで起業するよりも、会社員でいる人が起業、しかも顧客はもう目の前にいるわけですから、むちゃくちゃ有利です。そっちの方がなんか顔出しするとかしないとかいうレベルじゃなくって、もうね全く別次元で有利ですよ。会社員の方はすごくラッキーなんで、そして社内にマーケティングが成功したら独立してそれまで勤めていた会社を取引先にするっていう方法が、まあ、ベストじゃないかなと思いますね。今回もサラリーマン YouTuber J のコーナーだったんですけども、番外編ということでお届けしました。皆様のねお勤め先のヒント、そしてこういう時代ですから自分でビジネスを作っていく、それに気づいていくって視点は不可欠です。お金がない、仕事がない、仕事がつまんないって方はその気づき能力がないってことなんですよ。気づけばね山ほどあります。もう人が困っていることを解決するためにやること、それがいわゆる仕事なんですよね。ということで今回は以上です。